ロシア人の服装をしたヘルベルシュタイン、ジークムントフライヘアフォン・ヘルベルシュタインは、オーストリアの外交官、著作家、歴史家、男爵。ロシアの地理、歴史、慣習に関する詳しい知識を、近世のヨーロッパ人たちに伝えたことで有名である。ヘルベルシュタインは神聖ローマ帝国に属するカルニオラ、広告のビパーバに生まれた。父は、 レオンハルト・フォン・ヘルベルシュタイン、母はバルバラ・フォン・ルエクと言い,い、一族は200年前からこの地のヘルベルシュタイン城に住み、ドイツ語を話す上流階級だった。ヘルベルシュタインの幼少期については、彼が自分の住む地域の住民が使うスロベニア語を習得したこと以外はよくわからない。スラブ系の言語を学んだことは、彼のその後の人生に、 大きな影響を与えることになる。1499年、ヘルベルシュタインは、ウィーン大学に入学して、哲学と法学を学んだ。そして1506年に、オーストリア軍に召喚として出資し、数多くの遠征に加わった。1508年、彼は神聖ローマ皇帝マクシミリアン一世により、騎士助任を受けている。ヘルベルシュタインは五百十五年に、 帝国評議会の議員となり、この時から外交官として長く偉大な経歴を積むことになる。1515 15年から1553年まで、ヘルベルシュタインは、およそ69もの外交任務に従事し、ヨーロッパ世界の大半の地域をめぐり、オスマン帝国にも赴いた。彼は下であるハプスブルク家からおもんじられ、功績を重ねるごとに、 様々な称号や領地を与えられた。ヘルベルシュタインは神聖ローマ皇帝の施設として、ロシアを二度訪れている。一度目は1517年、ロシアのモスクワ大公国とその隣国、リトアニア大公国との戦争を調停するためであり、そして二度目は1526年、先の二国が1522年に結んだ、休戦協定を更新するためであった。 長期にわたるロシア滞在のおかげで、ヘルベルシュタインはそれまで多くのヨーロッパ人にとって謎であったロシアの社会について詳しく知ることができた。ヘルベルシュタインが著書で紹介したロシア人騎兵の装備、ヘルベルシュタインは若い頃に身につけていたスロベニア語のおかげで、スロベニア語と同じスラブ語派に属するロシア語も理解でき、ロシア人たちと自由に、 意思疎通をすることができた。彼はこの能力を使い、ロシアに住む様々な人々に、ロシアに関する幅広い事柄について質問をして回った。これにより、ヘルベルシュタインは、それまでのヨーロッパ人旅行者にはできなかった、ロシア社会とロシア人の内面を探ることをやって、のけたのである。ヘルベルシュタインは、おそらく1517年から1527年の、 間に、ロシアでの生活に関する最初の著作を書いたと思われるが、この著作は散逸している。1526年に彼はロシアでの経験についての公式な報告書を作成するよう求められたが、しかしこの時の報告書は公文書の山に埋まってしまい、ヘルベルシュタインが1530年代になって、これを改定、造補し始めるまで注目されることはなかった。 ヘルベルシュタインは、勢力的かつ有能な民族史学者であった。彼は、現地人に質問をすると同時に、その質問の答えを、数少ないロシアに関する既存の記述と照らし合わせて、批判的に検討する、という調査手法を使っているのである。ヘルベルシュタインの調査研究は、ラテン語の表題のついた著書、モスクワ事情という形で結実し、 この書物は1549年に出版された。このモスクワ事情は近世の西欧人がロシアについての知識を得る上での基本とされた書物の一つであった。ヘルベルシュタインはヨーロッパ人にロシアに関する豊富な知識をもたらしたが、一方でまた、サーリという語のラテン文字での綴りを混乱させる原因を作ってもいる。彼は、 ツァーリをラテン文字化するときにツアリーではなくザールと表記しているのである。このシーズはスラブ語派に属するすべての言語でツの音声を表す綴りにはならない。スラブ語派の言語でツの音声を表す語をラテン文字化するときは通常 TS を当てるのである。英語圏とフランス語圏では19世紀の間にシーズから TS に綴りを変えている。 ありがとうございます。